おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時半のニュースをお届け、あ、12時45分のニュースをお届けします。本日も、渓国、C 国、ロシア関連、米国関連などの海外ニュースはざっと紹介させていただいて、そして日本の中の有本省関連や自民党関連、えー、国会の件など、いろいろ紹介させていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。 これはやばいと思った方は高評価をこんな情報を生まれよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです本日もルールが厳しくなっている都合上インコースカーいただきます何とぞご了承くださいそれでは早速本編に参りましょう今日も数が多いのでだと紹介していきたいと思いますまずはこちら海上自衛隊艦艦式に渓谷国,国防省が軍艦を派遣の方針27日に最終決定へということで結局渓谷国防省が軍艦を 派遣の方針ということで。まあ、これ最終決定は27日。まあ、今日ですね。今日だと思うんですが、どうなるのかっていう感じですね。で、結局、こちら、会時の国際観艦,艦式、警告海軍が3回、安保上の意味を最優先ということで、えー、参加すると発表したということなんですね。結局、してくださるということですね。でこちら、朝日新聞。 警告政府、日本製鉄と三菱重工業に賠償額と同額の寄付、要請と警告メディア、ネットの反応、寄付を後から賠償に言い換えるぞ。一旦寄付したら、永遠に謝罪と賠償を要求してするしてくるからなというふうに書かれておりますね。で、こちら、朝日の報道は国民を欺く。 超陽光問題についてテレビ朝日は昨日賠償金は警告の財団が肩代わりと報じた。これに警告が払うならと騙されている人も。ところが朝日新聞は有料記事で警告は賠償金と同額を日本被告企業が財団に寄付するよう求めたと報じた。トリックというふうに言われていまして、めちゃくちゃトリックですね。<laughs> すごいですねで。こちら、サムスンの営業利益が急減。半導体は約半分に。警告ネット、 文政権ののせいい tsmc よううに…というふうにと言われておりますでこちら北朝鮮ミサイル施設改修化攻撃多様化の動きというふうな記事やこちらアイス工場建設を支持キム・ジョンウン氏ピョンヤンで完成ということでアイス工場ができたみたいですねはいでこちらここから四国関連になるんですがあ 副主席側近の逮捕決定、四国大手銀行全頭取ということで始まりましたというふうに月間、月刊花田さんが、花田編集部さんがツイートされているんですが、こちらの記事ですね。四国の最高人民検察院最高検は26日、賄賂の疑いで、収賄ですね、収賄の疑いで調査を受けていた四国の銀行大手の全頭取の逮捕を決定したと発表した。香港メディアによると、 こちらの前頭取は、王岐山国家副主席が四国建設銀行で頭取などを務めた時代に秘書役だったというふうに言われていますね。えー、こちらのお、もうちょっと読ませていただきますね。王氏は習近平国家主席の信頼が厚く、2017年に党政治局常務委員を退いた後も国家副主席として外交などを担当。だが最近は側近や親しい企業家が相次いで摘発されているというふうに。 え報じられているようです、ね、い,よいよ始まりましたというふうに書かれていますがどんどんこういうことが深まっていくというか続いていく感じでしょうか。でこちら習氏の再選で四国の富裕層四国脱出に急ぐというふうな記事も出ていたりこちら退席直前の胡錦涛氏習氏の書類へ手を伸ばして制止されたか制止されたか事前に人事知らされずというふうなことも言われていて。 こちら関平さんは「習近平ワンマン独裁体制の成立で四国経済はますますダメになろう」「来年3月の全人代までに首相である李克強はもはややる気はないし3月から首相となる李強は習近平の取り巻きとして出征した党・党務幹部で経済のことが分かるはずはない」「ただでさえ深刻な状況にある四国経済はこれから音を立てて崩れていく」というふうに関平さんはおっしゃっていて。 哲也さんが世間史によれば習近新体制の下四国経済の見通しは極めて暗い失業者が大幅に増え貧困層も爆増する可能性があるそうなると民衆の不満をそらすことを考えざるを得なくなるそれが台湾有事を早めるかもしれないというふうに解説されてらっしゃいますね。 こちら「C 国国外に警察署反体制派に圧力かオランダ当局調査」というふうな記事を紹介されていますね2018年以降 C 国がオランダ国内に法的に認められない警察署を2カ所設置している疑いがあると報道国外在住の反体制派抑え込みが狙いと C 国側は否定だが日本は国防動員法が発動された時放棄を監視台湾有事は日本有事との安倍元首相の言葉が思い出されるというふうに角田さんはおっしゃっていますね こちらアメリカ重視の立場尊重進出企業への優遇措置強調と中間四国大使がおっしゃったようですねまたこちら米国が四国半導体産業を圧迫した結果日韓企業が悲鳴を上げると四国メディアが報じているようですでこちら四国今年1月から9月だけで143兆2000億円の財政赤字に28都市で2億7000億円 700人ですね、2億700万人が貧困状態に陥っているというふうなあ保守速報さんの記事ですが、このようにソースがこちら、し四国語のソースで、えー、報じられているようなんですが、ブルームバーグがこのように報じたということを四国メディアが報じているようですね。ブルームバーグ公式のデータ分析によるとということで報じられていますね。で、こちら、中央日 方でもこのように報じられててましてブルームバーグー25日四国財政部が発表したデータを分析した結果今年に入り9月まで中央政府と地方政府を合わせた累積財政赤字が7兆1,600億元約145兆円と報道した前年同期の赤字規模2兆6,000億元の約3倍に達するというふうに報じられていまして145兆円って戻 とんでもないことになってますね。すごい状態ですね。次にこちら。ここからはロシア管理になります。なりますとかになります。ドイツ、メルセデスもロシア撤退へ、現地子会社を売却というふうな記事。また、こちら、ロシアが核ミサイル演習、ウクライナと米欧を威嚇というふうな記事。そして、こちら。プーチン氏証拠も示さず、汚い爆弾主張、戦争拡大口実の懸念も、というふうなことも言われておりますね。 でこちら、こちら、勇敢富士編集局さんですが、ロシアの軍事組織内部で亀裂です。プーチン大統領の側近で民間軍事会社の創設者が直接軍の失敗を指摘しました。パワーバランスが崩れた場合、プーチン氏に引導が渡される可能性もありますというふうに報じられていますね。ロシア内もなかなか動きがあるのかもしれません。でこちら、ロシア産ガス全廃目指すドイツ財務省インタビューというふうなことも言われておりまして、 から欧米関連になりますがスナク首相が決まってインドが盛り上がっているらしい英ン,、えー、ン関係が良好になるのは間違いない問題は国内だけどというふうなことも言われております何かマスク氏し,しっかり考えるの意味を込めてシンクを抱えてツイッター本社を訪問ネットの反応はプライスレス今週中買収完了業務従業員の4分の3解雇報道に左派戦々恐々というふうなことも言われていますねこれも注目の 動きですね。こちら、グーグルとマイクロソフトが減収。景気減速響く。ドル高でも目減りというふうに言われていまして。こちら、フェイスブック、メタの下げがすごくて、ざっと見2016年くらいの水準。今年だけで時価総額で5000億ドル以上が吹っ飛んだ計算だそうだ。73兆円くらいか。メタバースはセカンドライフだったのかというふうに言われております。こちら、 アメリカ中間選挙を狙う親中派の SNS ネットワークフェイクニュースを大量に作成ルフというふうに言われていますね。またこういう情報合戦というのが始まっているのかもしれません。こちら、トランプ前政権の元高官と共和党議員は、ソラスが支援する移民支援団体の公的資金不正使用の調査を要求。 移民支援団体はロビー活動を報告せず実施刑事罰直面の可能性というふうに言われていましてソロスさんがまた怪しいことをされているのかもしれませんねでこちらここから安倍元首相関連になりますが反町さんですね反町さん反町さんがあこのようにおっしゃっています「沼田さんの追悼演説永遠に歴史の法廷に立つのが運命」との発言は安倍さんだけでなく 野田さん自身にも向けられている。野田さんは今の立憲に言いたいこともたくさん安倍さんに寄せて述べていた。追悼でもあり、議会に対する厳しい注文でもあったというふうに読んでおられまして、でえー、これについて、こちら石村光枝さんが、これをソリ氏の解釈は久々にいい、常識で物を見ているというふうにおっしゃっていますね。こちら、島田さんはこのようにおっしゃっています。野田芳彦氏は性格が素直だし、同学年なので応援していたが、辻元清美氏や蓮舫氏に、 可愛がれるられるがままで立ち向かう気迫がない松下政経塾出身で自称リベラル保守にはこういう不甲斐ないタイプが多いというふうに言われていてまたこちら勝ちっぱなしはないでしょう安部さん野田義彦元首相党内左派に負けっぱなしでなおなんとなく立民に居座り続けるはないでしょう野田さんというふうに島田さんはおっしゃっていますねということで辛口のご評価をされていますね こちら野志ある人より安倍氏公認に昭恵さん待望論衆院山口4区補選ネット出てほしいがさはがまたわめき散らすだろう出てというのはあまりに酷、えー、というふうに言われていて、えー、このような声も上がっているということですねでこちら小山氏キャラさんのブログですが総理大臣も人の子人には心のあやがある野田元総理の追悼演説をめぐってというふうに、えー、ブログを出されていますね はい。ここに安倍元首相がおられて、ここに青山茂原議員がいらっしゃいますね。自由民主党本部のホールで開かれたイベントにて、左に当時の安倍総理がいらっしゃるのがわかるでしょうか。右端にいる僕はもう議員ですから、そんなに昔の写真ではありません。しかし安倍さんはとても若々しく晴れやかに見えます。先に安倍元総理を追悼する国会演説には、野田元総理がふさわしいと提案したことを覚えておられる人が、何人もこのブログにコメントをくださって感心しました。なんとよく覚えておられますね。 おられます野、ね、田さんしかいないと思った理由の一つがあのの運命の討論ですご存知の通り当時は現職の野田総理と野党時代の安倍元総理が国会で間近に向かい合って直接対決に臨みました。 イギリスの議会ではよくある光景です。しかし日本では一時期だけ実行されていました。今は全くやらないですね。この時安倍さんが露骨に挑発したのに対して野田さんがあえて受けて立ち、衆院を解散します。やりましょうと言い切り、安倍さんがむしろちょっと驚いて今日疲れたのでした。それが結果的には政権交代に直結し、安倍さんの総理再登板とその後の長期政権にもダイレクトにつながったのです。旧民主党関係者にとっては恨み節の漏れるような経緯ですが、 安倍さんは本当は野田さんに感謝する気持ちがあったと思います。追悼演説は同じ党の人間が行うのではなく、性的だった他党の人が行うべき。これが議論の負である国会の健全な常識だと考えます。そして安倍さんと議論をしたすべての政治家の中で上記の通り、野田さんほど運命的な時間を安倍さんと共有した人はいません。それと野田さんの人柄です。お政治を言うつもりはないので、もっと正確に言うと、野田さんという人の性格の型です。自分が受けて立ってしまったから政権を 失ったんだと思ってはいても、それを表に出さず、表には出さないけど、わずかにはきっと滲ませる。そういう性格の人だろうから、語り草になるような、味わい深い深い味わいのツイート演説をなさるだろうと思ったのです。やかて時間とともに、自然の流れとして野田さんがツイート演説をやることになり、そして野田元総理はその演説の中で、やはりあの運命の党首討論を表現なさいました。明恵さんがおっしゃった通り、安倍さんは喜んでおられると思います。 私が提案していたことなど世のほとんどの人は知りません。それでいいのです。議員となって7年目、仕事の多くはこのように人に知られることがありません。当然です。交渉とは人知れず行ってこそ実るものだからです。というふうに、えー、おっしゃっていて、この地味なブログを読んだ人の中で覚えていた人がいてくださる光栄私激ですというふうにおっしゃっていますね。長尾さんも野田元首相は いいというふうに以前からおっしゃってたかと思うんですが青山茂春議員も以前からこのにおっしゃってたんですねやはりそれだけ野本首相のお人柄もありえいろんな経緯もあってえー、押される方がいらっしゃってこのような流れになったんですねでも納得の演説でしたよね私も感動しました、ね、こちら高田純さんですが昨日文化人放送局にご出演くださって でえー、最初の15分は一般公開ライブあとはメンバーレベル2のライブでお話ししてくださったんですがその後のツイートですね「負けてたまるか皆さん力を結集しましょう日本に自由と民主主義はなくなってしまったのか私たちの787テロ事件の科学調査とネットテレビ配信に妨害が入っています」「今日の文化人放送局の私のレポートの一般ライブ放送がわずか15分に制限されたのがそれです」というふうにおっしゃっていて。 こちら私はもちろん山川さんと文化人放送局も頑張っています。引き続き応援よろしくお願いしますというふうに、えー、ツイートしてくださっていますね。はい、いろんな事情を勘案して最初の冒頭だけ15分だけ一般公開でその後レベル2にさせていただきました。ぜひ皆様もメインチャンネルの方でライブご覧いただけたらと思いますね。で、えー、こちら読んでいただけましたか。2発は空砲だったウィル月号特別カラー 9ページということで、こちらもご興味の方はぜひ、ウィルの方もご覧いただけたらと思いますね。はい、いろんな説がね、もちろんいろんな説があるということは心得ております。いろんな説があって、いろんな、ああ、ふうに言われていますが、真実は何かっていうのを一つ一つ検証して追っかけていけたらなというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。でこちら。